あんたってほんといけないことね、妹さん。こんな気持ちを持つなんて許されないことなのに。みんなが愛をささやかずにはいられない。いっそ壊したいくらい、あんたのことが、君のことが好きだ。それが私たち兄弟。 You're my special、 世界で一つだけの大切な笑顔。君を誰にも渡したくない。 We love survivorこの歌が鳴る Everybody fight on運命さえ奪いたい。初めて会った時よりも君に夢中だから。近くにいるのに愛だけが遠すぎる。君を巡り巡るみんなが手強いライバル。一人だけの特別な人さ、その手を離したくない。 We love survivor、 愛してる。 For you、夏の八ヶ岳旅行が終わって、あっという間に大学受験が目前に迫った。まだ心に仕えていることはあるけど、今は前を見て集中するのみ。なのに、はぁ、ここに来て模試の成績がこんなに落ちるなんて。気を落とすな、チー。 D 判定なんてザラにあることだ。右京さん、びっくりしてた。誰でも本番が迫るとちょっとしたスランプになるものだ。受験ブルーというやつだ。ジュリー、受験したことあるの？あ、はい、はい。やあ、今平気？正臣さん、よければちょっと早いけどお昼にしない？これ全部皆さんで？ええ、今日は助手が多かったのでつい品数を増やしてしまいました。今日に俺らのことこき使いすぎ。あまり役に立たなかったけどね。すみません、せっかくのお休みに。今日は私が当番だったのに。いいんだよ、もう1週間後には受験なんだし、君とユウスケの当番はできるだけ僕らがフォローするってことでね。とか言いつつ、バッチリ俺もこき使われた気がするんだけど。ああ、お前も一応受験生だったな。ダメだよ椿、一応受験生なんだからねぎらわないと。おい、あ、お姉ちゃん笑った笑った、やった。え、だって今日はお姉ちゃんの模試の結果が悪かったから、みんなで元気にしてあげるんでしょ。渡る、カラ、皆さんありがとうございます。こんなに気を使ってもらって。でも大丈夫です、滑り止めも受けますし、そこもやりたいことはできる学校なので、ダメでも諦めは。ちょっと待った、そんなのダメだ絶対に。やる前から投げ出すなよ。ユウスケ君、人間生きてりゃ思い通りにならねえこともあるけど、でもどんなに見込みがなくたって諦めなければ可能性がある。俺も明治一本で頑張る、絶対合格してみせるから。だからおめえも。万年 E 判定のユウスケにしては立派な心がけですね。それで第一志望一本って、お前さすがに無謀というか、ユウスケらしいというか、
僕は応援するよ。別にいいだろう。俺自身が決めることだろう。ありがとう。私諦めない。明治に行けるように最後まで頑張るよ。そっかよかった。ダメ、ゆうくんずるい。なんだいつの間に。お姉ちゃん、僕お姉ちゃんにプレゼントがあるの。プレゼント？お手伝い券でしょ、一緒にゲーム券でしょ、あとはいこれ100回中券。わたる、なんてもの。どうしたの？ひょうたん。よし、終わった。けどさ、それだと前のシーンと感情がつながらなくないか。微妙なところだし難しいね。監督に相談してみたら？やっぱそれしかないか。あの監督めちゃ厳しいし、ヘマできないな。お二人ともお出かけですか？はあ、これから二人とも収録なんだ。スタジオ同じ方向だから車で一緒に行こうと思って。俺がもう少し台本読んどきたくってさ、あずさに送ってもらうことにしたんだよね。そうなんですか。あ、ちょい待って。よし、悪い、俺外で監督に電話してる。分かった、キーを取ったらすぐ行く。サンキュー。じゃあ、はい、行ってらっしゃい。椿が変わったと思ってる？え？例のアニメの代役を引き受けた頃からかな。前にも増して芝居に対して真剣っていうか、周りからの評判もいいしね。すごいですね、自分で選んだ仕事でちゃんと結果を出せてるなんて。君だってすごく頑張ってるよ。僕が保証するからきっと大丈夫ね。ありがとうございます。椿さん本当に集中されてますね。あずささんのこともありますけど、やりたかった役をやれるって大きいんでしょうか。はあ、君はそう思ったんだ。え？僕は違うことが原因だと思っているんだけどね。今の椿は今までのどんな椿より魅力的だよ。だから彼について考えるときは今の姿を見てやって。それでこそ僕も自分を高められる。あずささん。その上で答えが欲しい。僕たちの気持ちに対する答えが。受験が終わってからで構わないから、それがどんなものでも僕は受け入れるよ。ちょっといいか。前に話したプロチームからのスカウト、正式に受けることにしたんだ。え？最終的な調整のために一度九州の本社に来てほしいって言われて、今から行ってくる。そうですか、おめでとうございます。しばらく向こうにいることになるから、戻ってきた時にはもう試験は終わってるな。せっかくうちの大学を受けるってのに役に立てなくて悪い。そんな気にしないでください。成績落ちちまったって聞いたけど、思い詰めるなよ。今までした努力はきっと結果に結びつく。はい、今苦しくてもあと少しだ。頑張れよ。俺とのことはその後でいいから。じゃあもう行くよ。はい。スバルさんも、その、頑張ってください。ありがとう。頑張らなきゃ、みんなが元気づけてくれたんだもん。そしてとうとう、受験の日がやってきた。何？受験票は持ったか？持ったよ。ペンケースは？ペンケースは？もう持ってるってば。ほら。中身空っぽ。落ち着けち。ジュリこそ落ち着いて。ほらペンだ。いやそれは私だ。はい。おはよう、ちーちゃん。ルイさん。僕
もう出ないといけないからちゃんと応援したくって。ありがとうございます。わざわざすまないな、ルイ。あのルイ、寝癖。え、はい、治った。髪が整ってるとしゃっきりするでしょ。さすがルイだ。受験生の機微というものが分かっている。うむうむ。あとこれ、部屋の前に置いてあった。これイオリさん。アイリス、花言葉は吉報を信じる。お弁当です。サンキュー教員。すみません。二人ともリラックスしてね。悔いのないよう精一杯やりきってください。くれぐれもケアレスミスをしないように。ああ、やだやだ、うん、これだからお堅い弁護士先生は。ここまで来たらなるようにしかならないよ。お前というやつは。ま、妹さんはともかく、あんたは本当に頑張らないとね。分かってるよ。いよいよだな。終わったらご褒美やるから頑張れよ。夏目さん。電話。はい。遅い。わざわざ仕事の合間に電話してやってるんだから待たせんなよな。クウト君、もしかして受験今日だったかと思ってさ、ありがたい僕の声を聞かせてあげようと思って。ま、もし落ちたらついでに留年しちゃいなよ。また一年同じ高校で可愛がってあげるからさ。もうまたからかって。フート君。ま、頑張りなよ。応援してるからさ。え、わざわざ電話くれるなんて、もしかして本当に心配してくれたのかな。早くしねえと遅れるぞ。うん。形は違うけど、みんなが応援してくれてる。これが私の家族、大切な兄弟。大学受験が無事に終わったら、改めてちゃんと向き合おう。試験が終わっても結果が出るまで落ち着かないな、はあ、ため息も可愛いね、妹ちゃん。かなめさん、お出かけだったんですか。ま、俺もいろいろ考えてることがあってね。それより君のため息のわけが気になるな。大したことじゃ。ただ合格発表のことを考えると気が気じゃなくて。自信ない？自己採点では微妙なところでした。そう。何かアドバイスしてあげたいけど、大学受験なんて結構前の話だしな。でも、もしダメだったら、俺のところに来る？妹ちゃん。お気遣いなく。大丈夫です。伊織さんからいただいたお花のご利益もあると思うので。イオリから。はい、アイリスってお花で、花言葉は確か吉報を信じるって。そう。どうかしましたか。いや、じゃあ俺は戻るよ。君も体冷やす前に戻るんだよ。あ、はい。アイリスの花言葉、彼女はまだもう一つの言葉の意味を知らないみたいだよ。すべてをかけて君を愛する。ああ、面白かった。もっといろいろ試してみたかったです。勘弁してくれ。自分の会社が作ったゲームでこれ以上連敗したくない。しかし、あのゲームはもう少し難易度下げた方がいいな。え、反対です。ダメだ。ゲームに関してはお前を基準にすると一般人はついていけないからな。何気にひどいこと言ってませんか。褒め言葉だ。
喜んでもらえたみたいだな。はい、とても。ここをオープンした時からずっと来てみたかったんです。試験終わったらご褒美やるって言っただろ。それに話したいこともあったし。話したいこと？他にやってみたいゲームはないのか？え？たくさんありすぎて迷っちゃいますね。やり残したらまた来ればいい。あ、じゃあ今度はみんなと一緒に来ましょうよ。さっきのゲーム10人まで同時対戦できるんですよね。おいおい、俺たち兄弟全員をボコボコにする気か？そんなことないですよ。ユウスケ君は結構ゲーム得意だし、あ、スバルさんとかも上手そうですよね。プロになるくらいだから反射神経もいいでしょうし。プロ？何の話だ？スバルさんプロのバスケチームに入団することになって、すみません、知ってるかと。そうか、頑張ってるんだな。着いたぞ。ここでいいのか？はい、今日はありがとうございました。とても楽しかったです。次は合格祝いだな。気が早いですよ。でも受験のことがあって改めて思いました。やっぱり兄弟がいてくれるっていいことですね。あ、そういえば夏目さん、お話があるって何だったんですか？いや、やっぱりいい。今日はお前を楽しませたかったんだ。もう行け、気をつけてな。はい。本当に良かったのかな？一体どんな話だったんだろう。悪い、やっぱりダメだ。どうしても話がしたい。これが正しいのかわからない。でもそれでもこの思いは消せないんだ。聞いてくれ、俺はお前のことが。何してんだ、スバルさん。離れろ、スバル。離れろって言ってんだろ。夏目さん、どういうつもりだ。あんたこいつに何を。やめてください、スバルさん。夏目さんは。いいんだ。ずっとはっきり言おうと思ってた。お前のことが好きだ。スバル、一度逃げ出したあんたなんかに俺は負けない。スバルさん。俺は大学まで陸上をやってたんだ。でも結局やめちまった。俺はスバルの理想の兄貴でいられなかった。現実の厳しさを教えたくないなんて格好つけて、何も言わずにスバルを幻滅させたんだ。でもあいつはちゃんと自分自身の力でプロになる道を切り開いた。お前の存在も大きかったんじゃないかと思う。そんな、私は何も。でも俺も負けるつもりはない。今すぐじゃなくていい。お前の気持ちをいつか聞かせてくれ。じゃあな。スバルさん、私です。悪いけど、またにしてくれないか。まだ頭が冷えてない。じゃあ一つだけ。夏目さん、スバルさんがプロになるって聞いた時嬉しそうでした。それだけ伝えたくて。じゃあ。Thank you.
さ。お前どこへ行くんですか？プロ入りに備えての練習だ。当分帰らない。そんな。知らなかった。夏兄が俺のことどう思ってたのか、昨日お前に聞かされるまで。俺はガキみたいな理屈で夏兄を突き放して、誰よりも好きな女の前で殴りつけた。そんなの許されるか。だから忘れてくれ。俺が今までお前に言ったこと全部、今の俺じゃお前を幸せにできるはずなんてない。スバルさん。発表してくれよ。大丈夫、やるだけやっただろ。合格してあいつに言う、好きだって。ああ、もう抑えられない。妹さんの姿を見るとこの胸が高鳴って。まさか光にまであいつのことを。いっそ伝えてしまおうか。セーラー服貸してって。そっちかよ。マンシスターめちゃくちゃに